こんにちは、森下アットホームの森下です。前回ですね、片付く家と、散らかる家の違いっていうのをね、ちょっと少し解説をしたんですけども、面白かったから、もうちょっと詳しくお話ないですかみたいな、ちょっとリクエストをいただきましてね、今日はその格論ということで、まずは玄関についてね、片付く家のポイントみたいなところを少し解説していきたいと思います。はい。いつものようにね、私のまたスケッチ見ていただけたらと思うんですけども、もちろん玄関に関していろんな考え方はあるんですけども、私は玄関のスペースを考えるときには、3つのそのご家族にとってのシーンっていうんですかね、を、まずは聞くようにしています。一番が帰宅するときですね。そして2番目が、身支度をする、つまり家を出ていくときですね。そして3つ目がですね、忘れてならない入家とか搬入ですね。玄関って今はもういろんな荷物を搬入したり受け取ったりするという場になってますんでね、この3つのシーンでお話を聞くようにしています。で、特にその帰宅するときにみんな仕事したりとか学校行ったりして疲れて帰ってくるじゃないですか。で、結構ストレスフルなんですよね。エネルギー切れたみたいな感じで帰るので、なので少し考えておくと、いろいろ生活っていうのは楽になるのかなっていうような印象を持っています。はい。それで、そういう中で玄関先のこのスペースの中でよく聞く不満とか要望っていうのをね、少し出してみました。で、一つがですね、玄関のそのシューズボックスに多いと思うんですけども、棚板の数がね、もうちょっとあったらいいのになって。特にどういうか、ヒールの高い靴じゃなくて、ボリュームのちっちゃい靴を好まれる女性なんかは、なんていうんですかね、やっぱ棚板いっぱいあった方が、いっぱい置けるし、いうとこなんでしょうかね。で、そういうことはやっぱよく言われます。それから、やっぱり玄関には小物入れを、ちょっと欲しいなっていうところですね。ハンコとか鍵とかね、ありますよね。僕が思うのは、カッターとかハサミとか、テープとか紐とかも玄関にあった方が具合がいいなっていうのを思ったりもします。それからね、最近ね、多いのはコンセント、あんまり玄関にコンセントって考えへんと思うんですけど、ここのとこね、よく聞くのはアシストバイクを言うんですかね、電動自動自転車、あれの充電するのを、どこでする言うたら玄関でしたいみたいなんですよ。だから、それ用の充電用のコンセントが考えてなかったから、すごい不便なんですとか、延長コードやったからかっこ悪いとかね、そんな話を聞きます。それから姿見ですね、鏡で、これをやっぱりつけたいなということを聞きますね。もちろん表にある顔になるところなんで、写真とか絵とか花も飾りたいで、その気持ちもありますよね。それからね、これちょっと若い人は分かりにくいと思うんですけどね、玄関ベンチが欲しい。もう僕みたいなね、もうちょっとジジイに入っておりますのでね、腰痛い人間はですね、靴履くのに立ってつとって履けへんのですよ。もうちょっとね、しゃがむというか座って履きたいなみたいなのがあるんですよね。女性なんかだったらブーツみたいなね、長い長下っていうんですかね、長い靴を履く時もやっぱりどっちかというと立っては履きにくいですから、座って履くことでベンチがあればいいなっていうところですよね。それから靴以外の持ち物も置きたい。これちょっとここから説明していきますけども、そういうような要望とかがあります。で、それでですね、これ一つの典型的な玄関のイメージですけど、割と中規模ぐらいの玄関ですかね。入ってですね、シューズボックスがしっかりあって、そして玄関の収納と言われているものもあるっていうような、この作りですよね。で、これを何て言うんですかね、玄関って、少し基本的に基本設計するときに後回し気味というか、大体これぐらいの玄関スペースみたいなこともあるんですけども、意外とですね、玄関ちっちゃくしすぎると家が片付かないっていうことがやっぱりよくありますよね。よく思うのは、僕はマンションに、お邪魔したときに、マンションの玄関って割と狭いじゃないですか。で、靴が散乱してたりとかですね、いろんなものが置いてあったりするようなことを見ますので、そういう意味で言うと、玄関のこのスペースをどれぐらいに、予算もあると思うんでね、決めていくかいうことでいう手順でいくと、大体4つ
の流れから、まあ、先ほどちょっと重複していきますけども、まずはですね家族構成ですよね。で家族構成を聞いたら、家族が持ってる靴の形と量、ここの把握が一番に来ると僕は思います。なんていうんですかね、この靴箱っていう視点で考えた時に、あの学校の靴箱みたいにこうサイの目に切ってやってるような、一足一足収めるんじゃなくて、家庭用の靴箱ってこう靴を何足も並べる形になっててですね、作りとしてはこう横板が長い作りもあるし、こう縦板が結構適度にこう区切ってる時があるんですよ。でそうするとね、この縦板区切りが結構癖もんなんですね。まあ、一般的な靴のサイズの人はあんまり気にならへんと思うんです。例えばこれだけの幅って言ったら、靴がこう3足並ぶっていうようなイメージで寸法を切ってあることがあるんですけども、これですね、まあ、僕あんま背高くないんですけども、足だけ結構でかいもんで、まあ、27センチとかぐらい靴の大きさあるんですよね。で結構ね、ごつい足をしてるんでしょうね。こう幅も広い靴履くんですね。そうするとね、女房の靴なら3足並ぶんですけど、僕の靴は2足半っていうな。そうするとね、このね、半分の靴しか入らへんようなスペース作ってもこうなんかすっきりしないじゃないですか。だからこの靴の形とかね、その一人当たりの靴のサイズっていうの、横幅ですね、特にね、ここのところによって結構計画の立て方とかこう収納の取り方ってこう変わってきますよね。なのでここは僕一番効くかなと思います。でもちろん靴の、僕も靴結構好きな方でいっぱい靴持ってるんですけども、量とかね、まあ、一般的にはなんか男性が少なくて女性が多いような気がしましたけども、でも現場ではそんなことないですよね。靴好きの男性とか、それから子供たちが大きくなったら、最初は可愛らしい子供たちもね、もうねでかい靴履くように、船のような靴履くようになりますから、そういうことから言うと、こういうところも含めて、まあ、将来のねスパンも考えて、肩と量の把握、ここがまあ一番ポイントかなと思います。で次にですね、家族の行動パターンですね。さっき出るときに鍵はどこに置いとったら一番こう探さなくていいかとか、そういうのあるじゃないですか。それからなんていうんですかね、僕そうやったんですけど、家出るときにお袋に、あんたハンカチティッシュ持ったとか、そんなよう言われましたね。でそういうことをするとですね、こうハンカチとかティッシュを玄関に置いといた方がいいっていうご家庭もあるんですよ。でこれは好みもあると思うんですけども、やっぱり行動パターンに左右されると思いますんでね、はい。でそして3つ目がですね、まあ、来客が結構あるんだっていうお家です。まあ、うちはもう家族以外ほとんど出入りしないですねとか、来てもおじいちゃんぐらいか、おじいちゃんおばあちゃんぐらいかなみたいな言うと違うんですけども、来客がちょこちょこあるよっていう方に関しては、その来客のタイプですね、ママ友なのか気張る人なんかみたいな、そこはあるじゃないですか。でそういう頻度も含めてはこう聞いていきますね。そして最後に靴以外の持ち物、玄関に置きたいものなーにっていう把握ですね。まあ子供小さい頃ベビーカーよく聞きますよね。それから外遊びするのにこう土がついたようなおもちゃ入れるところ、それからアウトドアの用品も結構ありますよね。でね、僕がね結構思うのはカー用品、車のなんか洗剤とかね、わざわざ中入って取りに行くなんとか、外に置きっぱいうのも場所がなかったりしたら玄関先に置いときたいとかあるので、まあ車に積む分もありますけどね、ありますね。でそれからそのカー用品というかアウトドア用品の中に防水スプレー、靴に防水スプレーしたらね、靴汚れにくいですよ。掃除、洗濯も簡単やしね。ね、それからちょっとコートに拭いとくと、まあ、水はじくとかってあるから、割と防水スプレーも置いときたいというと、玄関の君が一番いいかなと思います。それからね、つくづくものはね、ペット用品。まあ、私はもう、黒柴を飼ってるんですけども、まあ、彼を毎朝、散歩させるんですけども、そうするとリードとかね、それからちょっとこう食べさすおやつみたいなもんとか、それからまあうんち袋入れるようなその箱とかね、なんかそんなもんも置きたいんですよね。で全然最初犬飼ってない時に家建てたらですね、想定してないなんてことがあったら、将来犬飼ったらどこ置くねんって、結構ペット用品ってむき出しになるとごちゃごちゃしますんでね、そういうのもあります。それからまあこのとこさっき言いました3つ目の入居の時に、段ボールをもうそこでバラして、そこにゴミ捨てる場合の一時仮置きするっていうとしたら、段ボール置き場がいるんですよね。で当然だから段ボールをこう切ったり、
テープ貼ったり紐で縛ったりみたいなものもあるので、そういうものもいると思います。でそしてね、この前ちょっとあるお客さんに言われて本当にそうやなと思ったのはね、あの非常用の持ち出しグッズ、最近ね、あの災害多いんで、なんかこう緊急にポンと持ち出すものを置いときたいんだっていう人いらっしゃるんですよ。だそれも結構なスペース取るのでね、でどこを置くねんっていうようなこともあの聞く必要があると思います。でですね、まあ、あとはまあ小さなトピック的なことになるんですけどね、このその時にですね、シューズボックスとかあの玄関収納って、こう今僕平面で僕説明をしましたけどね、あのこれだけだったらね、あの、まあ、ざっくりはいいんですけど、あの詳細設計に入った時はですね、ぜひぜひあの立面で考えていただきたいと思います。まあ、こんな感じ、例えばシューズボックスなら、まあ、いわゆる超過っていうさっき言いましたブーツみたいなのはどこに置いたらいいの、もう上の方がいいのかとか、まあ、冬のシーズンになったら下に置きたいですよね、しょっちゅう履くから。それペット用品とか、それから子供の、僕は思うに子供の靴は下の方で、奥さんは、あの間ぐらいで、旦那さんが上側で、旦那さんの方がまあ体格がいい方が多いと思うので、まあもちろん奥さんが背が高い時は逆でもいいんですけども、まあそんなようなこと。それからまあフォーマルな靴ってありますよね、なんていうんですかね、こうあのいわゆるブラックスーツみたいな着るようなね、あの冠婚葬祭みたいな局面の時にだけこの靴履くねん、プレーン2のピカピカの靴みたいなやつは頻度が少ないんで上でもいいと思うんですよね。でそんな感じでですね、こうざっくりあの置き場所考えて、このスペースでいいのかなっていうふうに考えるべきと思います。でこれですね、個人の好みが結構入るんでね、あのプロの設計士といえどもですね、あの よほど詳しくヒアリングしてくれる方じゃないと、まあ、分からないんですよ。なのでここはですね、あのもちろんそれに付き合ってくれるようなあの細やかなあの設計される方はいいんですけども、まあ、ここはもうあの家づくり始まった家族でね、あの議論しといてやっていただくといいんじゃないかなと思います。でそしてもう一つ、この玄関収納に関してはさっき言いましたように、まあ、非常用のグッズとかね、それから充電のタイプのもの何があるかとか、あのさっき言いましたその、ね、アシストバイクの充電ってどれぐらいのものがいるのとか、それからまあちょっと何あの車の掃除だかりするのにこうハンディタイプのこうクリーナーを置きたいとか、それも充電タイプがコードレスでいいんやっていうんだったら、そういうものも置いてもいいですよね。なのでそんな感じで玄関収納もそういう、こう立面として何を置くかって考えていただくと、まあ玄関すごくこう限られたスペースですっきり収まるんじゃないかなと思います。でそれでね、まあ言うとね、お金とかあのスペースに余裕があれば、この理想は 2way ですよね。あのリビングに直接入ってくるところと、家族用の玄関っていう形で、まあ、こんな形でね、あのちょっとまあ、 あのざっと例書いてみましたけども、まあ、こういうことをやっていただいて、例えば手洗いの位置ね、今日日あのコロナの関係で手をそこで洗いたいってあると思うんで、手洗いの位置をどこにしたらいいかとか、いるとかいらんとかですね、それから花粉症の人がいたらコートは花粉ついてるから家の中持ち込みてもないから玄関の土間に置くみたいな感じで、まあ、そういうスペースは 2way は結構やりやすいですね。で最後にね、ちょっと先ほどちらっと言いましたけどね、このベンチ問題を解決する非常にこうあの面白いというか、あのさすがやなっていう考えがあったんで、それちょっと最後に紹介してみます。これのや、ま、僕の師匠の松尾先生の受け売りです。はい、ちょっとこっちの方の玄関見ていただいたらですね、今頃のね、玄関って、あの、玄関土間から、あの、玄関の一階床にね、上がるのって、バリアフリーで、もう20センチ満たないみたいな、こう、段差少なくするのになってること多いんですよ。で、そうするとですね、あの、20センチに、あの、腰掛けるってね、結構嫌です。僕みたいなお腹出てる男は、こう、なんか腹使えるしですね、腰痛い時は、かがみすぎになるので、そうするとですね、あの、スペースが限られてるところにベンチなんか作ったら、森下さん、こんなんスペースなくなるんですよっていう人おるんですよ。で、その時におすすめなのが、この斜めがまちです。こう、斜めがまちにしてですね、ここにこう、こんな感じ三角のね、ステップ作るんです。そうそう、何が言いたいかというと、通常はまあ20センチぐらいのこういう高低差でやるからちょっと低すぎるんですけども、これをですね2ステップ部分に上げたらね、ちょうど30何センチ、まあ、40センチ弱ぐらいのこうなるとね、あの玄関の上がりとしてはすごいこう高いんですけど、これを半分に割るとですね、1ステップ目で上がりやすくて、でこの2ステップ目で上がりやすくて、ワンステップで上がるところの高低差が結構ベンチぐらいになるんですよ。
そうすると限られた面積の中でバリアフリーに上がれて、しかもここに腰掛けることができる。だから長いブーツを履くお嬢さんとか奥さんはすごいなんか履きやすい。で、まあ腰が痛くてちょっと段差嫌やなって思ってる旦那さんもこっちからならスムーズに上がるみたいなことができます。なので、ね、こういうところは、まあ、ちょっと今これは片付く話とはちょっと離れましたけども、いかにこう玄関っていうのは意外出入りだけじゃなくて、こう靴履く脱ぐとかですね、物をこうばらしてこう分別するとかみたいな作業もあるので、そういう視点でも玄関見ていただくと片付くかつ使いやすい玄関になると思いますので、ちょっとねそんなことを頭に置いていただけたらと思います。はい、まあ、こんな感じでね、まあ、いつも家づくりの話ざっくばらんにしてますので、よかったらチャンネル登録をしてみてください。